吉川元春館は、広島県山形郡北広島町城、源氏海王子にある吉川市の館跡である。国の史跡。空堀居城の日野山城の西南の山麓、市治原川のし団球場に築かれ、その市治原川が堀としての役割を担っている。南側正面には高さ約3メートルの巨大な石垣が、約80メートルにわたって続き、後方は山。 両側には土塁を築き、その上に塀を巡らせた。多くの建物や廊下の他に庭園もあり、増園後に一度改装されたことが発掘調査の結果より判明している。同様の庭園は近隣の今田市間にも現存している。正面の石垣は高さ3メートルに及び、特徴のある積み方をしている。柱のように巨大な岩石をまず一定間隔で建て、 その間を埋めるように大小の石を充填する手法を用いて気づいている。同様の石垣の建築手法は現在も宮島の五島神社参道の海側の石垣でも見られ、吉川元春館を築いた石膏集団がこの石垣の建設にも関与したことを伺わせる。中国地方のオス、毛利元成の次男で吉川氏の当主であった吉川元春が 天正十年のび中高松城の戦いの後、着手の吉川元長に家督を譲り隠居した際に、自身の隠居官として1583年に建設を開始した。この地は、吉川氏一族である設計部の所領であったが、それを譲り受けての建設であった。館そのものの細部は未完ではあったが、元春はこの館に入り隠居生活を開始する。しかし、 天正14年に建設半ばで元春が九州で死去。翌年の天正15年にもこの館の新たな、主である着手の吉川元長も病死。元長の弟、吉川広家の頃に完成を見た。広家が天正19年に合算と打城に移ると、徐々に館としての機能を失い廃墟と化していったと思われる。 慶長五年の関ヶ原の戦いの後の県地町でも上官跡として記載されている。その後およそ400年、田畑や森に渦漏れた吉川元春館であったが、石垣などの依存状態も良好で、昭和61年8月28日には、駿河丸城跡や小倉山城跡とともに、吉川市上官跡の一部として、国の史跡に指定され、 平成6年から平成10年にかけて、周辺地域の学術的な発掘調査が実施された。この調査は、多くの成果を挙げ、吉川市上官跡の範囲の、さらなる広がりが確認されたため、調査中の平成9年9月2日付で史跡の追加指定が行われ、指定範囲が拡大した。なお、平成14年には、吉川元春、館跡庭園が、 国の名称に指定されている。以後遺跡の保存と活用が図られ、平成18年までに石垣の修復や柱穴から台所の建物の復元、庭園の修復、復元が行われており、平成19年には吉川元春館跡に隣接して、戦国の庭歴史館が開館している。1994年から、 広島県教育委員会による発掘調査が行われ、多くの発見があった。石垣は調査以前より存在が判明していたが、土類、掘ったて柱建物を中心とする、屋敷跡、庭園跡を確認している。庭園は、一条、谷浅倉市遺跡の庭園と並び、戦国期のものとしては、依存状況がすこぶる良好で、作りも秀逸な庭園である。 垂直に建てた石組の護岸と、扁平な敷石の地底を伴い、大変人工的な池庭である。館跡の北縁に、池の護岸が立地し、池の北には月山、その東に滝組の配置となっており、月山長部には立石を据えた形跡が残る。国の名称に指定され、整備が進んでいる。復元台所特筆すべき遺構として、トイレ遺構が挙げられる。 この遺構は北側にある門を入って、屋敷の正面奥に位置し、低31.2メートル、深さ0.7メートルの長大円形の土壕に木製桶が2基南北に並べて埋設され、この桶を貧相とする桶形旧取式のトイレである。南側前桶からは中二、お式、筒状竹製品、猿形、人形形白、文工札、くさび、はせしつどき、 北側前桶からは、部材片、くさび、派生出土器が出土している。なお、中義には、竹製のものが2点混じり、また短いもの、折れたものが出土していることから、使用し、汚れた先端を折り、再び使用した例ではないかとも考えられている。南側前桶からは1立方センチメートルあたり6000個の寄生虫卵が検出され、紅花や稲荷の花粉、 ヒエー、イネー、ナスウリ類、ウメキイチゴ族の種ザネ、北川マヨケでは、寄生虫乱は、痛み分解していたため検出密度は低かったが、イネ科、そば族の花粉、イネー、ヒエー、ナスウリ類、キイチゴ族の種ザネが検出された。なお、遺跡を区画する大溝からは、金格種と、 ハエウタんがためこれを作るものなりと牧書された幅2.5センチメートル、長さ43.5センチメートルの木の札が出土している。調査の結果、館内の井戸跡の一つが呪いの言葉とともに、石や粘土で丁寧に封印されていることが分かった。何らかの不幸が館内であり、その原因となった、この井戸を埋めて沈めたのではないかと考えられる。当時の人々にとって井戸は、 集団生活の命綱のような存在であり、同時に疫病などの発生源として恐ろしい存在でもあったことから、地下水の流出に際しても、井戸の廃絶に際しても念入りな祭祀が取り行われたものであろう。移行外からは、氷砂田と牧所され、氷砂糖の容器と考えられる円形の木の外反、かかえさへと書かれていることから、元春の妻に当てられたであろうと考えられる木製の、 ニフラなどが出土している。その他の検出以降としては、石組の暗渠や単野炉があり、戦国社会の領主の生活の一端が伺われる。また、異物としては、土器や陶磁器類のか多数の生活用の木製品が出土した。上記で紹介したものの他には、朱塗りの湿気配や被赦の和毛物部分などがある。館跡の背後には、海王子があり。 境内には、吉川元春、元長、溶接した抜子のものとされる墓所がある。支持原川を越えた山中に、吉川元長の混流となる満徳院跡、また、元春夫人が、館の完成まで過ごしたと言われる、松本屋敷跡などがある。城郭では、居城となった、日野山城や、小倉山城などがある。駿河丸城跡、小倉山城跡、 日野山城跡、西前寺跡、満徳院跡、河羅仙寺跡、常仙寺跡、松本屋敷跡は、吉川元春館跡とともに一括して、国の史跡となっている。石付これものもと呼ばれた石垣職人である。トイレ以降の桶内から出土した木製品で、先端部に猿の顔が削り出されている。何かの用具類に取り付けた装飾品と考えられる。 片面には、花、その裏面には、ウイカフリと、牧書されている。牧書は、生えたたきを連想してしまうが、生えたたきならば、わざわざそのように記すだろうかという疑問も残る。裏面には、文に臨床発二の牧書があり、臨床発二は6月2日であることから、文には、文録二年と推定される。ありがとうございます。